こんにちは、長谷部真由役の原乃々佳です。私たちに聞きたいことを公式ツイッターで募集しました。たくさんの質問を送っていただきありがとうございました。完成報告イベントの際に皆さんからの質問に答えましたが、今回は答えられなかった方のために特別に私が1分間で何問答えられるか挑戦したいと思います。今の印象、第一印象と今の印象はあまり変わっていなくて、浮所さんは本当に太陽みたいに現場の雰囲気を和ませてくださる方です。真由と似てるところはないです。現場の雰囲気は学校の休み時間みたいな感じでした。真由のあざとさと、あと根っこにある弱さのバランスを取ること。高岡スイカ割りのシーン応援するの楽しかったです。カットがかかるたびに監督とすごく細かいところまで服についてお話しされてて、いい緊張感を現場に与えてくださってて本当にさすがだなと思いました。駅で有馬くんとお話をするシーン、コメディ今日はここまで。次は板垣さんが挑戦してくださいます。引き続き姫君を応援してください。よろしくお願いします。